はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、ある人気 YouTuber が詐欺にあったぞーっていうような、そんなお話なんですけど、その YouTuber っていうのが、登録者356万人もいるね、まあ超有名なね、インフルエンサーというか YouTuber になるわけなんですけど、まあその人がですね、えー、公衆専門の病院に行って詐欺にあったーっていうことで、まあその内容がむちゃくちゃすぎるって話題になってるんで、 今回その件について見ていてこうかなと思います元道のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということで人気 YouTuber 衆専門の病院で詐欺被害だーって医師が口から毒ガスが出てると53万円を請求してきたらしいんですよねえどういうことって口から毒ガスが出てくるぐらい、えー、公衆やばいからさ53万円かけて直そうぜみたいなことを言ってきたらしいんです ですよね、一体どんな先だよって判断力鈍り3万円のサプリ買うということで、まあ、53万までは払わなかったみたいですけど3万円はやられちゃったぜみたいなねそんな話なんですよねでその人気 YouTuber っていうのがこちらになるんですけど平成フラミンゴっていう2人組の YouTuber なのかな女性2人で、えー、登録者356万人ってめちゃめちゃ多いぞっていうようなそんな2人でで、えーまあ、この動画でいろいろってるんですけどね、まあ、こんな感じで しながら動画配信しててて、まあ、その中でで喋ってるという内容なんですよね人気 YouTuber の平成フラミンゴニコさんが個人チャンネルで2024年3月20日公衆詐欺で53万円請求され3万円のサプリメントを買わされたと明かしたということで、まあ、3万円は騙されちゃったみたいなね話らしいんですけど姿勢から公衆は来る公衆は僕の病院でしか治せないっていうそういう歌い文句だったみたいでニコさんは珍しい詐欺に遭いましたと大した 動画を投稿自分の体感で口臭が気になっていたというニコさんは歯磨きをしても奥の方で何かのりみたいな匂いがすると悩んでおり口腔ケアを試したものの改善しなかったという友人に率直な感想を尋ねるも口臭は気にならないと言われたとするだんだんと自信を持って話せなくなっていき口元を覆うようになったというそこで口臭専門の病院を見つけ尋ねるとまずは精神チェックとして心の 波形を測られ続いて立って写真を撮られたそして「はー」ってしてくださいと言われ息を吹きかけ検査は終了。 別室に呼ばれ、検査結果を聞くと、ストレスが溜まっているぞと言われたとする。息を吹きかける検査で、0から100まで数値があり、0は口が臭くない人、50は寝起きの時の口の臭さ、100はモンスターと言われたというということで、まあ、マックス100の数値で測られるらしいんですよね。で、100がモンスターだーって、口の臭さ。で、医学的に表現方法は合っているのと疑問視するものの、自身の数値を尋ねると、 120と言われ。 えち,ょっとちょっと待って120って言われんのマックスが100のはずなのに120って言われたらどういうことって感じがするんですけどモンスター越えとうろたえた120は化け物の寝起きと訴えショックを受けたとするということでマジで公衆やべえぞみたいなのがね医師から言われたらしいですよねその後医師に口臭いのって口から毒ガスが出てるんですよって公衆の毒ガスを吸いすぎると人って死ぬんですよと言われたとしニコさんは驚愕して だというということで、え口臭い状態って毒ガス出てる。それすると人って死ぬんですよ。わけわかんないこと言われたらしいんですよね。で続けて姿勢から口臭は来る。口臭は僕の病院でしか治せないと言われ、あなたのモンスターみたいな。講習はここでしか治せません。 <laughs> そんんなことと言わわれれの治療しますかと問われた「お願いします」と答えると「53万円かかります」と言われたとする「めっちゃ高いじゃん」ってで内訳は「姿勢の改善」「綿密な講習チェック」「歩き方チェック」「サプリメント」「サプリメントだけ欲しい」と伝えると「できない」と言われたらしくて「サプリメントだけなら意味ないから」って「全部のバランスを整えてからじゃないとサプリメントやらないと効かないから」と言われたとする「53万は払えない無 音を伝えたが疲れてきているわけと判断が鈍っていたことを明かしたで53万円払っちゃおうかという気持ちになっちゃうんですよねって病院が高額な治療費を払わせる手口を見抜いていたというニコさんは3万円のサプリメントだけ買って帰ったというって <laughs> もう言いわけわかんないねそれだけじゃ意味ねえよって意思言ってるのにあじゃあ3万円は買って帰ろうかってどういう落とし所なのかさっぱりわかんないんですけど53万円を払わなくて済み買った詐欺 には引っかからなかったと思ったというが友人に顛末を話すとそういう手口だよって大きい金額のものを提示させ えー、3万円が安く見える53万円のものを買わなかったから私は3万円で済んだから詐欺に合わなかったと思ってるんだけどあんた3万円使ってるんだよってそれ引っかかってるんだよと指摘されたというニコさんは特殊だな公衆詐欺としつつ1人で決めちゃダメってそこにいると1時間くらいその話をされてお前の公衆はやばいんだよとかこれが必要なんだよと永遠に話されて53万円払っちゃおうかという気持ちになっちゃうんですよ気をつけてください本当にと振り返って 入りつつ呼びかけた動画には次のようなコメントが寄せられている「クリニック勤務の友人がこういう施設が多くあることをすごく悔しく思っている」と言ってました「新手の詐欺すぎてしんどいわら」とか「そんな医療機関があるなんて知らなかった」「病院行ってこんなことあるの怖すぎる」ってマックス値が100なのに120って言ってきた辺たりがもう詐欺すぎるってまあ確かにそうだよね <laughs>。 そんな詐欺あんのかよっていうので話題になってるわけなんですよね。まあそして3万円は騙されちゃってるっていうのねそんな話になるわけなんですけど、まあ、今回はね超有名 YouTuber が口から毒ガス出てるぞって言ってくる医師にね詐欺に会ってしまうというようなそんなお話でした。皆さんの意見もねちょっと見ていこうと思うんですけど情報肩笑ってなんか難しいぞって情報多すぎるだろって言われてたり他には口から毒ガス出てたらまずツイートするだろ普通っていうことが 言われてたりするんですよね。 いやほんとそうだよね。毒ガス出てるって何って。老人がオレオレ詐欺に引っかかるのも仕方ないって思えるなーって。まあ実際3万円取られちゃってるわけだからね。だから老人だったら普通に取られるんじゃねっていうようなね、意見が出てたり、口から毒ガスが出てるのにサプリで軽減されるのを信じて購入となってどういうことだよってなっちゃいますよね。毒ガスをサプリでなんとかなるって思ってるっていうことですからね。とか、他には、口から毒ガス出してみた。お緊急で動画回すべきやろって。 ユーチューバーだったら、そういう動画を今すぐ上げるべきだだって口から毒ガス出てんだぜ <laughs> っていうようなね、そんな話もあったりするんですよね。<laughs> まあ、ということで、まあ、今回面白い話ということでしたけど、有名ユーチューバーが公衆専門の病院で詐欺で会ってしまうっていうような、そんなお話でした。皆さんの今日もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元どのつチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。